自分の車を決めるということは、これはなかなか難事業ですね。続々と登場するミリカークラスの魅力的な車たち。そこで今月は徳さんのバイヤーズガイド。まず予算が決まります。それで候補者が上がります。ここに5台の候補車をとりあえず持ってまいりましたが、マーク2とセフィーロを中心にいろんな車が候補として考えられます。大事なところは、一つは贅沢さ。まずサイズが全長 4.7m、 全幅が 1.7m という、でエンジンのキャパシティが2リッターということで、小型車の枠いっぱいに取ってあります。もう一つは、250万円から300万円の車ですから、内装も相当豪華である。で、もちろん装備も至れり尽くせりであるということが、この種の車に特徴です。もう一つの特徴は、最近ではトゥインカムが相当普及してまいりましたし、それから、ターボの技術も高くなってきたんで、相当強力なエンジンが可能になる。そうするとスポーティーな走り、このスポーティーな走りってこれ以上になるとちょっと難しくなるんで、スポーティーな走りの限界のサイズと言っていいでしょう。で、レパードは最近ちょっとマイナーチェンジ、相当大きな変更を受けたんですが、僕はレパードという車、女性に似合うなと思ってます。セフィーロという車は4ドアでありながら、こうちょっとこうスペシャルティーな味のある車で、その辺がマーク2と大きく違うところ。それで、セフィーロのいいところは、まずご覧になって分かる通りデザインなんですね。でこいつが好むか好まないかで、この車を買うか買わないか最も分かれてしまう。そこが一番の重要なポイントだと思いますね。マーク2はこれはもう何と言ってもマーク23兄弟で3万7000台を売ろうという車ですから、非常にオーソドックスな成り立ちをしてます。で、スタイルも最近のトヨタ車の傾向そのままで、僕はクラウンに似てるなと思いますから、贅沢な車を買いたくて、 しかもクラウンじゃちょっとなという人に向く車で、内装もセフィーロと全く違って、古典的と言いましょうか、いわゆる日本人好みの豪華さ、そういうものを持った車ですね。でマーク2という車は、4気筒から上は6気筒の下級エンジンが2本というエンジンバリエーションも非常に多いんですが、新しいエンジンはナチュラルアスピレーションの6気筒、こいつはちょっとトルクが足りませんが、僕はこいつを進めたいなという気がします。ソアラっていう車は日本の車では僕は珍しいなと思うんですけど、非常に華麗な味を持ってる。それはおそらくこのソアラっていうのが極めてヨーロッパ的な思想とヨーロッパ的な作り込みから来てるんだと思いますが、非常にこうシックなうちに派手さがあるという車ですね。でソアラを選ばれる気持ちっていうのは僕は非常によくわかるなと、ただちょっと売れすぎてるなと思います。カムリビスタのこれはハードトップかな、こいつは FF なんですね。 FF だから室内が広い、マーク2やセフィーロより広い車なんですが、こいつは実は V6 が乗ってるんですね。で2リッター V6 と2リッターのストレート4と2種類のエンジンがありますが、この車に関しては4気筒で FF ですから、4気筒の頭の軽い方が僕はいいかなという気がしてます。じゃあ自分の車を決めたらどんなアクセサリーを選ぶだろうか、こいつはとても重要ですね。ここにある車のほとんどが ABS をオプションにしてます。今日の箱根はちょっと路面が濡れてるんですが、こういう時の特に下りでの急ブレーキ、そういう時に対して非常に ABS は安心ですから、 ABS はお勧めしたいですね。
とにかく車を選ぶには、自分がその車をどのような目的で使うか、どういう人数でどんな場所を走る時をベストとしたいかを考えることだ。安いと思っていた車にエアコンやステレオといった必要装備をつけたら、ワンランク上の車の価格を追い越してしまったなんてこともあるから要注意。一番最後はなるべく長く自分で乗ってみて、04が何秒であるとか最高速が何キロも大事なんですが、その乗ってみた結果、これはなんか自分にぴったりするな、そのなるほどこの車は最もこうしっくりいい車だと感じられる、そういう感じられる車に巡り合うってことが本当は一番大事なことじゃないかと。